利尿薬とは尿量を増加させる作用を持つ薬物の総称である。尿は水分や電解質を体外へ排出する最も効果的な手段である。尿は腎臓で作られるが腎臓は体内の状況に応じて尿の量や濃度を調節し全身の体液を一定に保つよう制御している。利尿薬はこの調節機構が適切に働かない病態などにおいて 水分を体外に排出するために用いられる。浸透圧離尿薬は、一途球体で、ろ過されると再吸収されないため、尿細管内の浸透圧が上昇し、水の再吸収が抑制される。脳圧更新時などに用いられる。変化のループにおいて、NA と CL の再吸収を阻害する。人機能に悪影響を与えないため、離尿薬の第一選択として使用される。また、 心不全や高血圧の治療薬としても使用される。経定ンレの形程上腕ギャフと足での NA の再吸収率は30%であるが、ループ利尿薬はその25%を抑制する。遠移尿細管において NA と CL の再吸収を阻害する。高圧剤としても使用される。大規模臨床試験では多剤と遜色ない結果を得ており、 現在も高血圧治療薬の代表的なものである。ただし、シアジド系離尿薬を服用すると、しばしば重篤な低ナトリウム血症に陥る。シアジド系離尿薬は、腎随質の濃度勾配には影響を与えないため、随質集合管で働くバゾプレッシンの反応が起こりにくく、その結果、自由水の再吸収が生じて、ナトリウムが希釈されやすい。 これによって、重度の低ナトリウム血症をきたしやすいものと考えられている。この系統の薬の基準としては、ナトリウム排泄薬の側面を持ち、食塩単受性高血圧の治療に即している。高アルドステロン薬とも言う。塩衣尿細管において、アルドステロンに拮抗し、NA の再吸収を阻害する一方、系の尿中排泄を抑制する。ループ利尿薬などと合わせて、 肝硬変、うっ血性心不全などに対して使用される。ありがとうございます。